フリンジャータケです。50代からおしゃれ上級者を目指します。ある日男子がおしゃれ上級者になるかというチャンネルですね。YouTuber のユミさんから学んだ、ことを自分なりに紹介しておしゃれ上級者を目指したいと思います。今回なんですけど、今回は全体こんな感じですね。やっとね、これパブリック東京のステンカラーを描いたんで、ステンカラーと中が、ユニクロですね。ユニクロシャツですね。ちょっとまあちょっと出してるっていう形で、でまあズボンもユニクロですね。まあ靴は相変わらずパトリックの靴ですね。やっとね、このね、絶妙な色のこの、パブリック東京の服描いたんですよ。これですね、パブリック東京ってね。やっとね、このステンカラーのやつがね、すごいね、あれ着心地が良くてね。あのパブリック東京、はその、東京ベースっていうユナイテッド東京の、後に出たやつかな。でどっちかとユナイテッド東京って結構クール系が多いんですけど、パブリック東京はどっちかと僕みたいなカジュアル向きの方のやつになってるん でここの好きなところは何がすごいかというとね、原価率がすごいですよね。だいたい 40% から 50% ぐらいのかな、多いところだったらね。普通やったらだいたい一般のね、安いとこだったら 10% とかでしょ、 10% とか 15% ぐらいで、ほんで、ハイブランドとかで 30% ぐらいか。それを原価率 40% でやってるというね、驚異のね。だから生地とかね、すごいいいんですよ。これも2万何本ぐらいやったんですけど、ちょっとぐらいやったんですけど、めっちゃくちゃ生地いいですね。ほんでさ、それでちょっとね、ほんで惚れて、ほんでも基本国産なんですよ。国産の色なんで、国産なんですごいいいですね。めっちゃこれ気に入ってます。だからやっと近くの天王寺のところにできたんで、まさかね、天王寺にできると思ってなかったんで、めちゃくちゃ嬉しいですね。だからもうこれはこのパブリック東京のこのアウターは愛用していきたいと思います。で結構多分しょっちゅうね皮は出そうかなと思ってますね。でも生地がね、全然手触りとかいい生地がほんまに多いんで、めっちゃくちゃさやからおすすめですね、僕的にはね。もう靴は パトリックで、アウターはパブリック東京になるかもしれないですそしたら50代男性のおしゃれ上級者を目指す武でした。よければチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。じゃあ。